こんにちは、ミニマリストユミです。今日はルームツアーバスルームをご紹介いたします。こちらは無印の容器に入れ替えています。右からシャンプー、トリートメント、クレンジングです。よくある普通のユニットバスです。無印良品の白いボトルがとってもお気に入りです。ニトリで買ったアロマディフューザーです。小さくてとってもいい香りです。お部屋のいろんなところに置いています。左側がキッチン泡ハイターです。お風呂ですが、おトイレもお風呂もこれでお掃除しています。ラベルは取っちゃうようにしています。右側が無印のボトルです。この中に何が入っているかというと、じゃじゃーん、こちらルックプラスバスタブクレンジング。60秒待つだけでこすらずにお掃除ができます。何度もリピートしている優れものです。マイルド洗顔フォーム、無印のものです。何度かこちらリピートしています。これって決めてるわけではないんですけど、最近のお気に入りです。これはキッチン用の水切りマットです。バスマット代わりに使っています。セリアで買いました。無印のバススポンジです。以前はボディーソープを使っていたんですけど、今は牛乳石鹸を時間をかけてこのバススポンジで泡立てて体を洗うのがすごく楽しみになっています。これは赤ちゃんの沐浴ガーゼです。赤ちゃんがお風呂から出た後にこのガーゼで体を拭きます。1メートルぐらいの大きさがあるんです。お値段も1000円しないんです。すぐに乾くし場所を取りません。とってもおすすめです。トイレットペーパーはエリエール消臭プラスを使っています。すっごくいい香りです。だけどちょっとお高いのが困っちゃいます。これは無印良品のバススポンジです。本当はホルダーにつけて使うものらしいんですけど、私は外しちゃってます。いかがでしたか？私のバスルームツアー、無印良品でいっぱいです。この動画が良ければチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ミニマリストユミでした。